ます。まさかの60代ペースだよ、はい、という動画に来たコメントです。ミホさんとパターンの持ち方同じ。一緒に回った人にクワガタみたいって笑われて悔しかったんで、なんか嬉しいです。あれは何なの？あれは何なの？なんかいろいろ試してたらこれが一番しっくりきてたっていう感じですかね。でもう何でも、はい、クワガタ気に入ってますよね。確かに。ぜひ皆さんもやってみてください。クワガタになってみてください。今のコメントジャムさんですね。ジャムさんのコメントです。次、ボードの下半身強化はいいですね。僕も冬はボードに没頭してます。疲れも温泉で取れて一石二鳥です。ゴルフもボードもダジラも楽しくやりたいですね。コメント、はい、いいコメント。ありがとうございます。どうですかボード調子は？そうですね。結構ちょこちょこ行きました。うん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 、でもやっぱりなんていうんですかね、もっと上手くなりたいですよね。ボード？ボード。なんていうんですか、もうやっぱ1年目2年目今年3年目なんですけど、1年目2年目ってやっぱりこう最初のこの伸び率。最初全然立てないところからうわーって上手くなるじゃないですか。それがすごいやっぱ楽しかったんで、今ちょっと低迷期でなんかあんま変わんないなみたいな。もっと上手くなりたいのになみたいな。もうなんか90代聞いた感じだね今。いやまあ80ぐらいどうなんですかね。80度ぐらいでもうちょっとよくわかんねえわみたいな。もっと上手くなりたいのに今どうすればいいかわからないみたいな状況。ちょっと思うのは、はい、やりたいけどやれない部分もない。怪我したらどうしようとか。あーそうですね。だからなんかこう危ないことはしない、うん、でもジャンプとか無理もあるじゃん。ボードってスピードとかもそうだけど、でなんかなんていうんですかね、そのゲレンデ、うんうん、ですごい硬い日とかだとやっぱこう転ぶと危ないですけど、うん、こう柔らかい雪の時ってこんでも全然痛くないんで。へえ、なるほどね。でもこれ以上上に行くにはもうなんか誰かに習うしかないって感じ。習ってる習ってる。上に行こうとしてました。もう1個スノーボード来てますよ、はい、ヤンコックさん。スノーボーの装備が完全にバックカントリー仕様なんですけどびっくりだわ、すごいわっていうのは。バックカントリーってのバックカントリーっていうのは自分でこう山を登っていってで登った分降りていくみたいな感じ。あれはそうですもんね、はい、あの動画にあったの。そうですそうです。あれは辛いです。やっぱ普通のあれでいい、あのゴンドラじゃないと。そうですね。今年やったのはなんかこうキャットツアーで、うん、なんだろうな、除雪機なのかな、うん、除雪機でこう上がっていってそこから降りてくる。へえ、それはやっぱすごいいいですね、はい、すごいこうふわふわのとこをこう滑れるんで。しかも除雪機で上がっていくしみたいな、はい、楽だし、こうやってボートで。バックカントリーはやっぱ辛いですよ ね、 よね。まあ達成感もあるだろうけど。そうですね、まあ、はい、まあスノボーもね来一緒にやりたい。そう、来年あのリンゴルフスノーボード合宿行こうと思ってる、はい、楽しみ。そうリサちゃんも初めてちょっとあの楽しんでるし、うん、ネミオちゃんうまいし、チュンちゃんやるんだっけな、やるって言ってた気がするの。あ、本当ですか。なんかあの生放送でさ、スノーボード行こうよみたいな話してた。してましたね。してたよね、うん、多分やると思うんで、ちょっとリンゴルフ下半身強化のために、はい、っていう言い訳で、ね、スノーボードに行こうかななんて思ってます。はい、次、アシカバナナマンさん、はい、ミオさんいいね、ゼビオのゴルフ用品紹介の動画なんか棒読みで笑いましたっていうのは。なんかやってたんですか。そうです、なんかこうビクトリアの動画ですかね。おーおーおー、それもなんかこうさっき言ってたゴルフダイジェストのあれでゴルルとして出てるのかな、ちょっと忘れちゃいましたけど、結構何年も前です。何年も前ですね。やっぱそれすいません、慣れてないんで。そういうの慣れてないんですいません。なんかわかるよ、なんかこの辺に感動とかあってさ。そうですそうです、なっちゃうよね、はい、その辺はその辺はね、はい、まあアスゴルで楽しい楽しいミホさん見れると思う。皆さん見てみてください。でも多分棒読みですそれも。カンペはどうしてもそうだって、私もカンペ苦手だもん。でも難しいです、ね、難しい。なんか字にしか見えないもん、なんか感情がないそこに。わかります。皆さんこんにちはみたいな、さやぐさ心です。そこも目も死んでる。そこにも感情乗せれない。難しい難しい、はい。
最後です。0922ヒロさん、はい、構えた時の目線ってどこを見てたり意識してるのか知りたい。うんうんうん、これはあアドレスでってことですか。構えた時だろうね。まあボール見てるのか、うん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 、まあボールのちょっと右側を見てるっていうようなイメージですかね。こっちじゃん。なんかちょっと意識して特に意識してないんですけど、ボールは見てる。ボールはボーッと見てる。ふわっとね。ふわっとグワッとじゃなくて、はい、ふわっと見てる。ふわっと見ていて、なんか目線で言ったら気をつけてほしいのは、そのなんかこう打ち上げの時、うんうんうん、でどうしてもこう構えてるとこう目線がこう上になりやすいんですよ、うんうんうん、なんかこう体がまた起きやすくなっちゃうので、そういうのはこう目線を下げて構えますね。それは前下がりは、あ前下がりっていうか左足下がりの時は自然にこう下がるんで別に気にしないんですけど、前上がりだけはすごい気に、前上がりじゃない、左足上がりは時は、はい、打ち上げの時はすごい気にします。以上です。次いきます。美穂さん流バンカーの打ち方を教えてもらいましたという動画にですね、たくさん来てるんですけれども、はい、ここも抜粋していきたいと思います。し、はい、んさんさんですね、うんうん、バンカーの砂の硬い時の打ち方を聞きたい。はい、はい、どうですか。これはその前回は開いてこのバンス、うん、後ろ側をこうパンと当てるっていうのは多分言ってたと思うんですけど、砂が硬い時ってこのバンスをこう入れようとするとこう跳ねちゃったりとか深く入らないんですよ。どうしてもちょっと薄く入りすぎてしまうんで、今度はこうバンスを使わないで深く入れていく感じなので、まずあんまり開かない、開かない状態で、でもやっぱこう手前からこうダフるのは全部ダフるというか、手前から入れるのは全部一緒なんで、バンカーショットは開かずに手前をちょっとこう深めに取っていく。体は開かない。いや、体はちょっと開きます。アウトサイドインはそのままなんですけど、ただその アドレスっていうか構え方だけちょっと変えますね。ですね。あと気をつけてほしいのが、やっぱこう開かない分あんまりこうふわっとは上がらないんですよ。ちょっとここ低めになっちゃうんでランが出やすいっていうのもあります。まあ、そこら辺はもう出すのを優先にして、うん、まあ、難しいですから距離感とか、まあグリーンに乗れば OK ぐらいの感じでやってみるといいですかね。次いきます。みほさんのバンカーショット簡単に打ちすぎみたいな、うんうん、まあ、頭では理解できてても体が言うこと聞かないとか、まあ分かるよ。その簡単に見えますよね、ゴルフ。本当ですか。うん、あのもうなんだろう、喋りながら打てちゃいするじゃんなんかもうはいバンみたいな。そんなことないですけどね、一応ちょっとこうライを見て考えながらは。でもやっぱすごい練習したバンカーとか。バンカーですか。バンカーもそのゴルフ場にいた時とかは結構バンカー練習できるんで、そういうのは練習しました。やっぱね、数やんないとあんな簡単にはねできないと思いますよ。イメージが湧く、うん、美穂さん出してるもん。イメージを出して打ってるけど、もう私とかなんとなく出ればいいやだからさやっぱ練習必要だなと思います。あそこまで簡単に打つためには。でもバンカーはやっぱ一応こう得意な、うんうん、ね、美穂さんの場合はバンカーを普通のバンカーちょっとあんま開いて、はい、開いて下を当ててボン。他に何かあります。とそれで言うとなんていうんですかね、このハンドアップハンドダウンっていうのも、ハンドダウンにこれはでも私の感覚なんですけど、ハンドダウンにすればするほどやっぱこう鋭角に入るんで深く入りやすい。おでハンドアップにすればするほど薄めに取りやすいんで、ちょっと距離があるバンカーとかはちょっとこう、まあもうちょっと自然になんですけど、ちょっとこうちょっとこう距離出したいときはちょっと遠めに立ってハンドアップにしてっていうのはやりますね。近いときは、まあ、その分ちょっと短くも持つんで勝手にはなるんだと思うんですけど。あ、でも短く持つ分こうなるみたいな。そうですよね。そういう応用編もあるんで、うん、薄く取りたいときはちょっとハンドアップにしてやってみるっていうのも、はい、いい子です。はい、いつも空振りしてますさん、みほさんに聞きたいこと、練習はどうしてるんですか。自分は練習場が多く慣れてくるとすくうちになっていることに気づいてどうしようかな悩んでます。ラウンド前に調子をつかみたくても練習場ですくい打ちの癖がつく、なんとかしたいです。まずこのすくい打ちの癖が
つきやすいなら、もう最初はやっぱハーフショットとかで、うん、ハンドファーストに入れる練習をした方がいいと思います。あのコースに、コースの日の朝とかでも、もうハーフである程度イメージ作った方が、うん、はい、でそれからショットを打つっていうのはすごい大事だと思います。だってちっちゃい動きのスクイージって相当難しいっていうか、なんか気づくしね。でもそうですそうです、あの絶対スクイージ打ちの癖がやっぱある方はそのアプローチでもスクイージ打ちなんですよ、うん、そうだよね、わかる。なんかそっからちょっと直していかないと、ちっちゃい番手から直していかないと大きい番手は絶対直らないので。しかも大きいのってごまかせるじゃんごまかすの、猫パンチちょっとごまかして、まあ、ちょっとぐらいローデン入れたとしても、まあそうですね、捕まりにくい番手ですから。アプローチのスクイージ打ちはさ、もうさ明らかに自分のこれ見えるじゃん、なんかすくってわかります、わかるんで。そうですね、ちっちゃい本当にアプローチからちょっと直していった方がいいですね。ナトカリさんはなんかたくさんの質問がしてくれてるんで書いてるんですけれども、美穂ちゃんはハンディキャップってあるんですか？いや今はもうないですね。あ、ない、うん、ないんですけど、その最後その高校生の時、うんうん、まあ確かプラス2とかだったんです。でもなんかまあいいの、いい方のなんかこう5枚とかでしたっけ、ハンディキャップなんかある、ね、いいのいい方の、いいのいいの、何枚出しても結局いいのを取るみたいな、取られてしまうんで、どうしてもその当時 のレベルよりかはやっぱこう、うん、プラス2とかないと思うんでよくは出ちゃいますね。はい、はい、最後です。スライスしない方法教えてください。はい、そうですね、多分まず軌道なのかなって思いますねちょっとまあもちろんスイングを見てないんで分かんないんですけど、基本的によくある、はい、よくあるパターンだと、まあ多分こうアウトサイドインでこうカットになってるからこうスライスしてる。でも私思ったけど、スライサー、まあ、スライサーっていうのかな、はい、をドローに変えるってすごい難しくないですか？まあ、まず軌道をかなり変えなきゃいけないので、かなりインサイドアウトにしなきゃいけないし、みょうちゃんはドローじゃない、ドローですね、はい、全体的に、うん、スライスになったことはあるんで、まあ、打たない、自然にっていう話で言ったらないですけど、ないよね、うん、そのスライスが治らない日みたいな、治らない日とか、まあなんかスライスばっか出るみたいな、たまにスライス出ることはありますけど、基本的にはないですね。その日止まらないっていうのはそうだね。ただその今年その1月ぐらいの時に1週間ぐらいクラブ逃げれなかった時だったんですよ、風邪ひいたりとかしてて、その時はその次のラウンドスライサーになってました。なんかいつもよりやっぱり軌道がカットだったんですよ、すごいこう左に振り抜いてて、それはなんか疲れてたの、まあ、久々にクラブを握ったっていうのもあると思うんですけど、やっぱ軌道だなって思いましたね。まずは軌道から、軌道を直す、まずは、うん、でも直すためにはきっと多分相当な覚悟と努力が、そうですね、必要だと、自分の中のイメージとは全然違う動きをしなきゃいけないので、分かる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 んですよ。私もスライス止まんなくなった時があったから、全然意味不明だった皆さん、 YouTube のチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。お願いします。ではまた次回も楽しみにしててください。バイバーイ。